丸石製造機の作り方の違い、初心者の場合。最近知ったんですけど、水と溶岩があれば無限丸石製造機を作れるらしいんですよね。さっきようやくバケツを手に入れたので、早速作ってみたいと思います。水と溶岩が流れているところが当たるようにしてと。すごい、丸石ができてる。でもなんだかおかしいような。黒曜石製造機になっちゃった。上級者の場合。丸石製造機はちょっとした工夫で簡単に効率を上げることができるぜ。溶岩は流れるスピードが遅いから、丸石ができる箇所を増やすことが重要だ。下にホッパーを置けばドロップアイテムも回収できて完璧だぜ。ピストンを使ったりしないから、回路が苦手な人にもおすすめだぞ。回路系の場合。今日は超高性能な全自動丸石製造機を作ってきました。その性能は恐るべき時速50万個。このインベントリが埋まっていく速度、僕がプレイしているのは工業モッドだった。ハッカーの場合。